はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画でーす。今日はですね、第3のビールの喉越しのサマースペシャルというのが売ってましたんで、買いました。限定醸造、アルコール度数 5%、アメリカンホップ一部使用。原材料が発泡酒、括弧麦芽とホップと大麦と糖類。大麦スピリッツです。限定醸造となっております。いやー、なんかさっき人狼のなんとかかんとか飲んで気持ち悪くなってきたんだ、なんか。気分が悪い。今日はですね、つまみが、ローソンストア100で買いました。こちら、ナスの、漬物。ですね。これだけ入ってて、まあ、100円となっております。なんか微妙やな。そんなに美味しくない。うちの、実家で漬けたナスの漬物の方が美味しい。それではいただきます。乾杯。喉越し。あ、でも、結構いい香りはしますね。なんやろ。でも、ぶっちゃけ俺、喉越しはあんまり好きじゃないんだよね。昔好きだったんだけどさ。あんまり今、普通の喉越しのやつはあんまり好きじゃないんだよな。なんやろね。確か、ジャンルっていうか、あれがな、あれ、製品情報で、普通の喉越しが、そう、大豆タンパク使ってるんだよね。これがね、まずいなぁと思って。これが多分、あれやね。大豆タンパクっていうのが多分、個人的に合ってないんだよ。なんでな、ビールに大豆使ってんのっていう感じなんですよ。でもこのサマースペシャルは、まあ大豆タンパクは使ってませんし、使ってんのは麦芽とホップと大麦と糖類と大麦スピリッツだから。まあ。麦系しか使ってないってことじゃ。喉越し生昔ね、うめえなと思って飲んでたんだけどね。なんかもうダメだったんだよね。なんでやね。香り、喉越しはあるような気がするんですけど、まあそこまでコクっていうのもないし、まあ、まあ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 ぐらい。まあまあまあ普通ぐらいじゃん。あれだよね、キリンの第3のビールは、炭切りが美味しいかなと思うんですけど。炭切りが美味しいよね。
キリンの第3のビールは喉越しじゃなくて、やっぱ澄み切りかな。喉越しはぶっちゃけまずい。そしてこのお漬物もまずい。あんまうまくねえな。まあこれは何やろな、普通の喉越しに比べたら美味しいんやけど、別にそこまで突飛するうまさはない。香りとかもまあ、苦味、喉越し、ちょっと苦味はあるかもな。ちょっと苦味は強めやけど、まあ別に突飛することはない、キリンはね、あの発泡酒がね、淡麗生がなくなって極上になってから、もう発泡酒は買う必要はないです。淡麗極上生はまずいんで。となるとやっぱ第3のビールで澄み切りを買うか、もしくは生ビールの、せやな、ハートランド、ギネスハートランド、クラシックラガー、ラガー、この4つかな。あと、ブラウマイスターって言ってもあるけど、まあ、ブラウマイスターはどこに売ってるかもさっぱりわかんない。このブラウマイスタービールはもうどこに売ってるのかもさっぱり不明。どこに売ってるっていうか、これ多分あの、あれだけやん。店にしか売ってないよ、多分。店っつうか、その、なんだ。あの、飲み屋。居酒屋とかじゃない、売ってない、本当にほんとに何度も言うけど、俺ブラウマイスタービールが本当にあの昔、缶で出たやつ。缶で出たんですよ。昔。10年前ぐらい。10年前じゃないか。8年前とか、そんぐらいに、出てたんですけど、缶で出たやつ、クソうまくてね、ブラウマイスタービールね。すっげえうまくてさ。最強やな、最強やなと思ってたんですよ。ただブラウマイスタービールはどこに売ってるかっていうと、多分樽生しかないんで、居酒屋しか飲めないと思うんですけど。で、どこで飲めるの？っていう話なんですけど、本当はブラウマイスター飲みたいんだけどね。これどこで飲めんの？店別取扱いビールエキッシュ2006で何これ？多分ね、キリンのね、
あれなんだ。売ってるとこには売ってんだ。キリンシティってとこ。キリンシティっていうのがあるみたいで。これ今度飲んでこようかな。渋谷とか新宿にあるみたいですね。結構あるみたい。キリンシティ。キリンシティでグーグルば。キリンシティ。キリンシティは生産者の思い一手間加えた美味しさをお届けする、ビアレストランです。あ、ビアレストランか。キリンシティ、ごちそうビール飲み放題。5000円、6000円、4000円、たっけー。で、キリンシティ店舗紹介。東京、銀座、六本木とか北区、江戸川、品川、大田区、渋谷区、新宿、一番多いのは新宿かな、豊島区、うん、新宿やね。新宿か。渋谷道玄坂。あ、道玄坂にあんのか。渋谷道玄坂。これ未だに新宿とか言われてもどこだかわかんないんですよね。あれ、どこやったっけな。どこやったっけなっていうか。まだね、東京住み始めて何ヶ月 ?3 ヶ月ぐらいか。4、5、6やから3ヶ月やね。3ヶ月で、どこがどこだか、そのさ、駅の感じで行くと、いわゆる、俺がよく乗るのが、なんだ。あれなんですよ。JR じゃなくて、いわゆる、東京メトロっていう、まあ、いわゆる地下鉄みたいなやつですね。いわゆる地下鉄なんですけど、JR じゃないんだよ。JR じゃなくて、主に地下鉄なんですよ。まあ、俺の最寄り駅が地下鉄の東京メトロだから、あれなんですけど、だから地図的に言ってどこら辺なのかっていうのが、未だによくわかってない。新宿っつうのが、いわゆるさ、こう東京をさ、丸で囲った、線で囲った時に、だいたいそのいわゆるさ、なんとか線？何線だっけあれ。あるじゃん。丸でこう、延々とこうぐるぐる回るっていうさ、線あるじゃん。あれで感じた時に、あの図で見たときに、どこら辺に、新宿がどこら辺なのか分からへんな。新宿がここら辺、いまいち分かってないんだよな。新宿なのか。新宿、池袋。ちゃうな。どこにあんのこれ。渋谷。渋谷ってどこにあんの。品川。渋谷ってどこにあんの。池袋。渋谷ってどこにあんの。ここか。俺、多分、じゃあ一番近いのはあれかな。
渋谷かな。俺、足立区なんで、いわゆる丸で囲った時に右上なんですよ。東京が右にあるやろ。丸で囲った時に、東京って丸の、行くと、あの右なんですよ。で、足立区右上なんですよ。いや、案外池袋も近いんじゃん。あ、池袋近いやん。あ、池袋かな。そう、山手線だ。山手線って大体丸の感じやん。それで行くと池袋が左上なんで、あ、池袋だな。池袋のキリンシティ今度行こうかな。マジで。池袋の西口。だそうです。池袋の西口か。あ、割と近い。え？うん、まあ。新宿とかよかは近いな。池袋か。今度池袋行ってみようかな。キリンシティ。池袋。玉袋って覚えとこう。今度池袋のキリンシティの行って、ブラマイスタービール頼んでこようかな。マジ、ブラウンマイスタービールめちゃくちゃうまいんですよ。マジで。ほんと飲んだことない人飲んでもらいたいですね。うん。キリンシティで取り扱ってるビールは、全部で何種類だこれ。一番絞りプレミアムとプレミアムハーフ&ハーフ。ブラウマイスター。達人ブレンド。キリンラガー。ハートランド。一番絞り。一番絞りスタウト。ハーフ&ハーフ。一番絞りフローズン。樽詰め。小瓶。ドラフトギネス。で、ハートランド。ハイネケン。アフリゲン。あと、樽詰めサワーレモンだから、この中で売られてないっていうことで考えると、達人ブレンドっていうのがなんだかわからないけど、なんだこれ。達人ブレンドってなんだ。達人ブレンド、ブラウンマイスターと一番搾りスタウトを7対3の比率で注ぐプレミアムってことはあれか。やっぱ売られてないっていうことを考えるとブラウンマイスターが一番いいのかな。ブラウンマイスターはちなみにレギュラーが540円、メガが1050円となっております。値段がね。なるほどね。アフリゲムってなんだ。アフリゲムってなんだ。ブラウンマイスターはむちゃくちゃうまいからな。本当に。ブラウンマイスターはね、すごい。今で言うと、キリンの一番絞りプレミアムっていうのが一番多分個人的に似てると思うね。ブラウンマイスターに。俺はそう思ってる。苦味とコクの絶妙感としては非常に似てるんだけど、多分ブラウンマイスターは、一番絞りプレミアムよか、多分美味しいんじゃないかな。ブラウンマイスター再販してくんねえかな。
ブラウンアイスさんむちゃくちゃうまいんやけどね。だから飲んだことない人がね、あのね、飲む言うても今飲める環境にあるのがそのいわゆるキリンシティっていうそのバーみたいなとこでしか多分飲めないんだよね。だから非常にレアなんですよ。ただね、むちゃくちゃうまいからね、俺缶で飲んだ時クソうまかったんですよ。バケモンレベルのうまさで。動画でね、まあ残ってると思うんですけどね。動画でね、まあ、ブラウンマイスさん、多分ニコニコの方かな。結構昔やから。飲んだことあるんですけど、すっげーうまかったんですよね。いや、この動画に残ってないか。俺動画やる前に飲んだのかな。忘れたけどな、まあ。うまさ保証付きっすさ。マジで。うまさは保証付き。本当に美味しい。苦い。とにかく苦いのと、コクがあるの、かなぁ。うん。むっちゃ美味しいんで、ぜひ、キリンの、その、なんだ、ところへ、キリンシティ行った時に飲んでみてください。これも今度飲んでこようかな。どんな味だったかなーって、まあ、今と味変わってるかもしれんしね。結構それがあるんですよね。まあ、これはあれやんな。ちょっと長くなりましたけど。まあ、たまにはいいでしょ。はい、3333です。ご視聴ありがとうございました。